皆さんこんにちは、こつばです。今回のこつばチャンネルの題名はこちら、徳川家康を支えた随一の忠臣、大久保忠世の子孫たち、江戸時代の動きと幕末の選択とは。ということで、今回のこつばチャンネルは、徳川家康を支え、最前線で戦い、最終的には小田原城主まで上り詰めた、大久保忠世の子孫たちを紹介したいと思います。この大久保家は、一族で家康に仕えて、ひいては先代から松平家を支え続けています。今回の大久保家解説は、大久保忠世の子孫たちということで、江戸時代、そして幕末の大久保家をメインに紹介したいと思います。大河ドラマどうする家康でも、先日の関東遊歩の際に最後の出演と思われるシーンがありまして、小田原を任せられていたシーンがあったかと思います。今回はまさにその小田原を中心とした話の展開になっていくことになります。大久保家も一族の中では表立ってドラマなどでキャストされることは少ないですが、勇猛果敢な将たちがたくさんいる一族となります。この忠世の兄弟たちも優れた兄弟たちと言えるかと思います。子孫たちに進む前に、忠世やその兄弟について少し触れたいと思います。まずはこの大久保家で初代小田原城主となった大久保七郎右衛門忠世からですが、忠世は1532年生まれとなりまして、家康より一回り年が上であることがわかります。父は大久保忠一。大久保一族はとにかく武に優れている人物が多くて、この忠一も武勇に優れ、織田との戦いの蟹江城攻めで活躍し、蟹江七本槍の一人に数えられています。この忠世父忠一で意外だと思ったのは、1511年生まれとなり、家康の祖父の松平清康に仕えておりまして、三河一向一揆でも神和田を守り、1583年まで生き抜いています。おそらく隠居しているかと思いますが、清康、広忠、家康と、そして秀忠が生まれた際にも存命ということになります。亡くなる1583年頃はもう子供たち、特に忠世、忠助、そして後の天下のご意見番と呼ばれる彦左衛門こと忠隆もバリバリ家康に仕えていたので、まだまだ乱世ながら安泰な大久保家という状況になっているかと思います。父忠一は次男の家系ということになりますが、この忠世をはじめとするブラザーズの活躍は目覚ましくて、本家をしのぐ形となっていきます。三河一向一揆の際は一族総出で家康方として一揆方と戦っています。徳川軍が三つ備え体制となった際には旗本先手役となり、徳川家中でも重きを成していくことになります。三方ヶ原の戦いでも闇夜に紛れて武田方に奇襲をかけ鉄砲を撃ち込み、武田方を恐れさせたと言われています。この戦いでは弟の忠頼を失ってしまっています。1575年の長篠の戦いでは弟忠助と共に暴れ回り、信長の目に留まる活躍を見せています。二俣城攻めの後には二俣城主となり、対武田家との戦いに注力していくことになります。本能寺の変の際は息子の忠親は家康と共に上洛し、忠世は留守を守っています。天正神武の乱以降は信濃を統括するようになりまして、小諸城に入っています。1585年に起こる真田昌幸との第一次上田合戦では、古くから家康を共に支えている鳥居元忠、平岩親吉、そして弟で彦左衛門忠隆と共に上田城を攻めますが、忠世でもこの昌幸にうまくやられてしまい、手痛い敗戦を被っています。またこの忠世は本多正信の帰参にも尽力したとされ、出奔中は家族を庇護したと言われています。そして1590年の小田原合戦により五北条氏が滅びると、徳川家は関東へ移封となります。その際に小田原を任せられたのは、徳川家で勲功を積み重ねてきた大久保忠世となります。この小田原4万5000石の拝領は家中4番目の石高となります。忠世は小田原城に入ると、城の修築や検地、そしてたびたび氾濫していた酒和川の治水工事にも取り掛かったと言われています。そして4年後の1594年に乱世を生き、家康を支え続けた忠世はこの世を去ることになります。この忠世の後を継ぐことになるのは、すでに徳川家中でも立場を固めている忠親となります。忠親は1553年生まれとなるので、この時すでに42歳となります。幼い時から家康に仕え、幼いながら三河一向一揆にも従軍し、三方ヶ原の戦いや小牧長久手の戦いなど多くの戦いを経験しています。伊賀越えにも家康に付き従い、共に乗り越えています。1586年には十五家治部少に叙位任官されています。家康の馬回り衆を務め、1590年の関東遺宝の際には父忠世とは別に武蔵国羽生2万石を拝領しています。
この時叔父の自衛門忠助も上総の国茂原五千石、年下の叔父である彦左衛門忠隆も忠世から相模の国に三千石を与えられています。1593年には忠親は徳川秀忠付きとなり、秀忠を支えていくことになります。翌年には偉大なる父忠世が亡くなると、小田原領も引き継ぎ、羽生と合わせて6万5千石を領することになります。1598年に秀忠が江戸に戻る際には護衛を務めています。1600年の関ヶ原の戦いの際には、秀忠と共に中山道を進みますが、上田城の真田昌幸、信繁親子に手こずることになり、さらには雨により行軍が遅れ、関ヶ原の戦いに帰参することになります。この時の秀忠軍には本田佐渡守正信、榊原式部太夫康政も加わり、嫡男の忠常も従軍しています。忠常は将来を見込まれていた人物で、戦後に記載2万石を与えられています。家康からの覚えがめでたいということになるかと思います。またこの上田城攻めをめぐって正信と忠親が対立したとも言われています。そして関ヶ原の戦いの後に、1603年に家康が征夷大将軍となり、その2年後に主君の秀忠が2代将軍に就任することになります。老中にもなっており、まさに大久保家の時代到来といったような形でしょうか。また父の代から行っている酒匂川の治水工事も引き続き手掛けています。しかし1611年には愛息子忠常が病でこの世を去っています。この時には相当意気消沈したと言われておりまして、政務を怠るなど歯車が狂い始めます。1614年にはキリシタンの取り締まりのため京都に出向いていたところに、京都諸子大板倉勝重から改易を告げられてしまいます。そして近江の国に入るとなるわけです。謀反の疑いということになりますが、原因については諸説あるところとなります。豊臣家を滅ぼしたい家康から疎まれた本田正純との確執、はたまた秀忠が…現在も謎が多いところとなります。忠親が謀反を起こすわけはなく、権力闘争の末の敗北というところでしょうか。本田親子との確執という話もありますが、本田佐渡守正信にとっては忠親父忠世は恩人といえる人物にもなり、正信は近江の忠親に家族の様子を伝えていたと言われています。この忠親の改易により大久保一族は離散状態となります。1611年に亡くなった嫡男忠常の子供忠元はすでに記載藩主を継いでおりました。類代の功績や、この忠元の母は奥平信政、亀姫の間に生まれた娘となりますので、亀姫の孫、すなわち家康のひ孫にあたることから、記載での蟄居という処分になっています。忠親の次男で忠親の妻が石川家内の娘だったということで、石川家内の孫にあたる忠房も蟄居となりますが、1609年に石川家の家督を継いでおり、大久保家とは関わりがないということで家康より許され、直後の大阪冬の陣に従軍しています。この忠房は聡明で家康からも期待されていた人材と言われています。三男憲孝も川越藩に預けられ、その後に盛岡藩に移された後に1628年に赦免されています。その後の小田原城はというと直轄地となり、1619年には上総の国大滝藩より阿部正次が加増違法で小田原藩主となっています。その後は1632年に稲葉正勝が入り、3代にわたり1685年の天保まで約50年間小田原を治めています。そして小田原藩大久保家の復活へ。忠親改易後に大久保家を継いでいたのはその嫡孫の大久保忠元となり、その所領の記載藩は召し上げられず、同地での蟄居処分となっていました。しかし1625年には約11年の時を経て赦免されることになります。そしてその後すぐに樹脂家加賀守に叙位任官され、家康のひ孫忠元は表舞台に帰ってくることになります。1632年には加納藩奥平家の改易により亀姫の孫である忠元が美濃加納藩5万石へ加増転封となっています。1639年には播磨明石藩7万石へ加増違法となり、1649年には九州への違法となりますが、肥前唐津藩8万3000石へ加増違法となっています。赦免後の加増幅はすでに曽祖父忠世、祖父忠親の石高を超えておりまして、大久保家は完全に復活を遂げています。そして仮に忠親を追いやった可能性のある本田光助之助正純は改易となっておりまして、その家系は大名家として復活することはありませんでした。忠元はこの唐津藩での政務に邁進することになり、1670年に亡くなっています。この忠元は実子に先立たれておりまして、あとはいとこで叔父の大久保憲孝の子供である忠友を養子として迎え、後を継ぐことになります。この忠友は父は大久保憲孝、
母は荻生松平家当主松平家則の娘となります。1632年生まれとなり、この大久保家の家督を継承した時には39歳となります。時に将軍は4代将軍徳川家綱となりまして、1677年にはなんと老中に就任することになります。そして唐津藩だと江戸との距離があり、政務に影響が出るので下総桜藩に転封となっています。そして加増を受け9万3000石を領することになります。そして将軍は5代綱吉に代わり、1681年には老中主座となり、1686年には大久保家の丘陵小田原に10万3000石で加増違法されることになります。度重なる違法となり、藩財政には厳しいものがありましたが、ここ小田原に戻ってくることができ、この地でこのまま幕末を迎えることになります。この忠友の代では最終的には11万3000石まで加増されています。そしてこの忠友の子供たちからまた大きく展開していくことになります。忠友の後を継いでいるのは長男の忠正、そして次男には憲広が生まれています。憲広は6000石を分地され、1706年には若年寄りとなり、5000石の加増を受けて計1万1000石となり、大名になるまで出世を果たすことになります。これにより駿河松永藩主となっています。そしてさらに5000石の加増を受け、後に1万6000石となっています。この憲広の後は子供の憲政、さらにその子供の憲興、その子供の憲道、その後は初代松永藩主の憲広から別れた家系でひ孫の憲信が継ぎ、この憲信の代に荻野に陣屋を移したことから荻野山中藩となっています。その後を継いだのは憲孝で、小藩ながら大阪常磐総社番を務めておりまして、出費は増大で藩政運営に苦慮したと言われています。その子供の憲義の代で明治維新を迎えることになりますが、幕末の動乱の最中にはこの憲義が甲府城金盤の隙を狙い、江戸の薩摩藩邸より薩摩藩の浪士部隊に荻野山中陣屋が襲撃されることになります。その後に幕府による三田の薩摩藩邸焼き討ち事件に至り、鳥羽伏見の戦いにつながっていくことになります。話は小田原復帰後の2代藩主忠正まで戻りまして、忠正も父同様幕政に参画し、寺社奉行若年寄りを経て老中に就任しています。しかし大地震や富士山の大噴火など小田原藩に大打撃を与えることが連発し、藩財政が逼迫することになります。これは長く小田原藩にのしかかることとなります。この忠正は正室には奥平松平家の松平忠広の娘を迎えています。忠元も奥平松平家の松平忠明の娘を正室として迎えておりまして、この奥平松平家とは縁続きとなります。これは言わずと知れた家康の長女亀姫の家系となるわけです。この忠正の後は忠方が三代藩主、四代藩主はその子供の忠興が継ぎ、柳沢義里の娘を正室として迎えておりまして、これは柳沢義康の孫娘ということになります。五代藩主は忠義となり、榊原宗家を継いでいる榊原正峰の娘を正室として迎えておりまして、ここでの榊原家と大久保家の交わりは興味深いものがあります。六代藩主は忠明が入り、そして七代藩主には忠実が就任することになります。忠実は1778年に六代藩主忠明の子として生まれ、幼いながら聡明で将来を嘱望された人物となります。1796年に家督を相続し、総社番寺社奉行を兼任し、大阪城代京都諸子代と要職を歴任した後に老中に就任しています。この忠実の代の出来事といえば、やはり二宮金次郎こと二宮尊徳でしょうか。この二宮尊徳は大久保家分家の宇津家の領地で下津家の国桜町領の再建を託されることになります。10年間に及ぶこの復興事業を成功させ、ついで小田原領で困窮する領民を救うべく依頼を受け、成果を上げています。1837年にはこの名君忠実が亡くなり、孫の忠直が8代藩主に就任します。忠直には実子がおらず、1859年に9代藩主には高松藩主松平頼広の子供の忠則を迎えることになります。忠則は徳川慶喜のいとこにあたる人物です。これにより一旦は大久保家の血筋が絶えてしまうことになります。そしてここから幕末の動乱に向かっていくことになります。1863年には総社番となり、1864年には禁門の変が勃発しています。京都を締め出された長州藩が京都に攻め上ることになり、小田原藩も御所の警備についています。この時には戦闘自体には参加しておりません。その後幕府は将軍家茂が亡くなり、第二次長州征伐で事実上の敗北を喫することになります。
江戸幕府の威信が地に落ち始め、この状況で忠則のいとこの徳川慶喜が15代将軍に就任しています。そして忠則は甲府城代に就任することになります。しかし慶喜は大政奉還を行い、政権を朝廷に返上しています。その直後には先ほども紹介しましたが、薩摩藩士の浪士隊を中心とする荻野山中陣屋焼き討ち事件が勃発しています。この直後に小田原藩もこれに対して出兵しています。鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍が敗れ、徳川慶喜は大阪城から江戸に帰還し、上野寛永寺に謹慎することになります。箱根の関所など西の防備を旧幕府より命じられ、この任に当たっています。しかししばらくすると官軍が大軍を率いて東海道を進軍してくることになります。すでに慶喜は蟄居しておりまして、小田原藩も官軍に恭順することを決め、官軍の統制大総督有栖川宮樽人親王は小田原に宿泊しています。このように恭順の姿勢を表明した小田原藩に事件が起こることになります。旧幕府軍の遊撃隊が江戸を脱出し、房総半島に逃走。そこで後世で最後の大名として知られる上総城西藩主の林忠隆が徳川家のために藩主自ら脱藩してまで遊撃隊に加わっています。遊撃隊は船で立山から相模湾を渡り、小田原藩領真鶴に上陸することになります。小田原藩に使者を出し挙兵することを促しますが、すでに官軍に恭順の意を示していることから断っておりますが、この時一部支援物資を供給しています。この遊撃隊は韮山から甲斐国黒駒まで進み、西郷隆盛の使者の説得により再び沼津まで戻っています。その後江戸での将棋隊の動きを知り、江戸に入ろうと箱根関所に到達するも、これを倒産とする小田原藩と戦闘になり、これを退けています。ここでさらに事件が発生することになり、旧幕府軍が軍艦で下田に上陸し、小田原に向かっているという誤報が藩上層部に達することになります。これにより小田原藩は一転砂漠派に転じることになり、箱根関所で戦っていた遊撃隊を迎え入れることとなります。小田原藩裏切るという法は江戸にも伝わることになりますが、江戸にいた小田原藩の留守居の中垣西宮は、官軍に協力的な小田原藩は加増すら決まっていたのになんてことをということで、藩主忠則にすぐ官軍につくよう説得し、再び恭順の意を示すことになりまして、城下の本源寺に入り謹慎しています。しかしこれ自体は問題となり、その後家督を大久保忠世や忠親の子孫になる荻野山中藩の大久保範義の子忠義に譲ることになります。先ほどの裏切り行為により7万5000石に減俸になりますが、取り潰しとはならず大久保家は存続することになります。この大久保忠義は後に西南戦争に陸軍として参加し、激戦の最中銃弾を受け戦死してしまっています。ということで今回は大久保家の江戸時代の流れ、そして幕末の動きを紹介させていただきました。官軍恭順、裏切り砂漠派に一転、官軍恭順という他藩とはまた違った動きを見せた小田原藩大久保家。はじめは恭順したものの、歴代の徳川家からのご恩や神君家康公からの高い信頼を得ていた大久保忠世のことなど、様々な理由があって反論を砂漠派に改めることになったのでしょうか。時勢を見極めつつ大切なものを守るというのは、領民だったり家名だったり恩だったりプライドだったりと判断要素が非常に多い中での決断となりますので、難しいことが予想されます。小田原藩の動きもその一種ではないかと思います。最後の忠則は高松藩からの養子となりますので、本家は途絶えておりますが、荻野山中藩や他にも多くの旗本となった分家がおりまして、忠世の血筋は多く江戸時代に残っているかと思います。また忠親の次男で石川家の家督を継いでいる石川忠房の家系も相当大きく、こちらの家系にも忠世の血脈は多く残っていることになります。また徳川家康に貢献したその他の家臣たちの子孫の動きを別の機会に紹介できたらと思います。この度は骨場チャンネル最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。